猫に体罰は必要か？あんまり調子乗ってってね、潰しに行くね、もう。わらわら、わらわら、月曜天井に100バガス。こんなにいるのか、わらわら。これ、女わらこれ1年経ってないんだよ、1年経ってない。去年の4月に生まれた、ね、うん。ソファーからはみ出してるでしょ、1匹だけ。こいつがすげえでかいんだよ。だらけてる猫、体罰しようぜ、わら。そこで寝るの？うん、寝てる。みんな太ってるな、うん、わら。うん。こんな感じですね。面白いでしょ。人種は、ウサギさんの猫なんてこんなに野生なしなの？え、野生なしってどういうことですか？もうね、結構賢いんだよね、うちの猫ね。腹減ったらニャニャ言うからね。腹減って、腹減って、減ってるか、飽きてきたらニャーニャー言うとか。ウサギの部屋見せて。全員ぐったり寝てるじゃん。うん。ウサギさんが猫を甘やかしてるだな、わら。そうそうそう。なあ、あんまりの調子こてうるさいと、白黒の兄弟なの？そうそうそう。これ、全兄弟。全員オス。グーパーする猫かわいいっす。うん。4匹？ 4 匹、4匹。4匹いるじゃん。どこでおしっこしているの？去勢してるの？去勢してないけど、全員4、あの4匹オスだから。猫動画アップしておくれやすよ。うちの猫はガサガサ言うと寄ってくる。わら。手術しないとまた増えるやん。うん。爪研ぎで壁破壊されない？だからもう、ふすまが破けてん。喧嘩しない？喧嘩したらしばく。喧嘩した猫しばく。黒いのが臭い。わらわら。そう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 。動き出したね。起きた。でかいっす。起きた。でかいでしょ。ウサギ、匂いソフトを見つけた。寒いから集まって寝てるのかな？そう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 。でも、はみ出てるでしょ、ソファーから。こっち見て。フォレックス、デスペアに。白黒アリを。これ普通にね、人がさ、4日かっても そんなにはね、足が出ないような、結構、ちょっと大きめのソファーなんだけど、でかいってわかるでしょ、一匹だけ。こいつ一切行ってないんだよね、全員。無怖く、わらわら。まあ今満足して寝てるみたいだね。動かないから。なんで一人だけ白黒になったんだろう。なんで。今のうにゃーんでこっち向いたよ、ほら。この猫じゃらし買ってみて、URL 省略。反応した。反応した。もう一回やってみてよ。うにゃーんもう一回やってみて。絶対反応するから。まあ。反応した。反応した。言ってる言ってる言ってる。逃げて逃げて逃げて。わらわら。逃げられなくなってる。わらわら。何が起きた何が起きたみたいな。わろた、わらわら。ごめんを。緊急事態、わら。将棋させましょうよ。ちょっと今。114、買って今度放送して。今事態の収拾にちょっと気づいてない状態。猫にはどう聞こえてるの？さっきの。緊急警報じゃん？緊急警報、緊急警報。ああ、やべやべやべみたいな感じになってるんじゃない？多分。ここ切り取るといいよ。やっぱ多分、にゃおーが一番やばいんだね。探してる。おつです。次役いきまーす。